ところにはなってきます。さあ両チームの選手たちが姿を見せ始めています。両キャプテンというキャプテンマークをつけてということになります。小野とそして酒井です。難しい内容ですけどよく頑張りましたね。小野、ね、はい、とここは堀米、そして長沼、サガン鳥栖長沼のヘッドで先制。前節大勝の流れ、まずはこの立ち上がり長沼が決めています。長沼は対浦和戦連発ということにもなります。切りました。今の一連の流れです。ここでねサイドをしっかり起点作って、でここでねうまくまた通して落としてもらったボール、この感覚ですね、はい、素晴らしいですね。この左アウトで感覚も感覚で出したと思いますけど、はい、うん、しっかりここでね合わしましたね。長沼もね素晴らしい得点ですね。長沼の得点、手塚のパス、ま、感覚というかそのあたりも今ちょっとゴール確認中、ま、浦和も前節まで失点リーグここまで14というのは神戸の13に次いで少ない数字です。守備の硬さはあるんですが今日は先制を許し、ホセカンテに、ホセカンテあっという間に追いついた浦和レッズ、ホセカンテで1対1。いやまさにすかさず追いつきました。これで試合は振り出しです。しっかりとここでシュート打たずにコントロールしてシュートコースを作ってですね、あとはしっかり打ち、そうですね、はい、ここまた抜いてしっかりと通してましたし、そこからです。そうですね、もう岩尾この時点で見てますからね、ずっと。で、これを決めて、いや難しいですよ、このキックはこの距離感というか、いやよく見てました、ずっと顔分かってますしね、ずっと見てましたんで、キーパーの位置を、この岩尾、ただこれを狙ってあの精度で蹴れるかっていうところ、なかなか難しいので、おー岩尾が出てきて、そして高野木だ、戻してシュートに行きましたが、これはパクイルギュー、うん、これ伊藤で奪った。さあそのまま運ぶ推進力を持って伊藤、一気にエリアの中に入ってフィニッシュまで持っていくか伊藤、最後まで来ました伊藤です。コーナーキック、ここもボールをセットします。早川です。からのボールリングでしたが、わずかに外、関根、もう勝利は見えてきています。鳥栖はこのまま行くと久々の敗戦になります。で試合終了の上、厳しい中2日でのアウェーゲームですが浦和レッズが勝ち切りました。